とても大事だなと思ってるのが画面の高さこのトラックパッドだけでも買う価値がある15インチ買って本当に良かったなと今思っ。こんにちは、y o です今日はですね久しぶりに MacBook Air のお話をしていこうと思います、えー、僕はかれこれもう1年弱くらいこの M2 の15インチの MacBook Air を使っているんですけども15インチとね13インチ今回の新発売の M3 モデルでも継続販売されていますが どっちね、画面のサイズ買おうかなって迷ってる方いるんじゃないでしょうか。ということで今日はですね、この動画で僕がこの15インチというこの絶妙な、ね、素晴らしいサイズを押す理由、15インチの押、えー、しポイントと、それからね、欠点を紹介していきたいと思います。えー、ぜひ購入の参考にしてみてください。 ということでこの15インチ MacBook Air の魅力まず4つなんですけどまず1つ目がこの薄さですちょっと見てみてくださいこの薄さですよ本当にね薄くてですね実は13インチ MacBook Air とほとんど同じサイズなんですけども13インチよりもここの面の面積が大きいんですよねなのでこう大きい分大きいのにすごい薄く感じるっていうところであのこの15インチモデル ディスプレイを搭載したノートパソコンでここまでの薄さっていうのは多分 MacBookAir しかないんじゃないかなと思ってますそのくらいかなり薄いですでこの薄さがあるからこそ次2つ目とても軽く感じます重さとしては 1.51kg というところで 1.5kg 回るんですねなので、まあ、すごい軽いものではないんですけども、えー、普通の15インチの MacBook ではないノートパソコンと比べるとかなり軽くなっています もうこれもね、あのー、世界中どこ探してもこの15インチ MacBook Air しかないんじゃないかっていうくらいの、えー、軽さ、薄さになっています。ちなみに参考までに、えー、僕が以前まで使っていた14インチの MacBook Pro、えー、M1 Max モデルがあるんですけども、あれはね1 5 5キロなんですよね。なのでほぼ一緒です。なんならちょっと画面サイズは1インチ大きくなってるのにこの M2 Air の方が軽いんですよね。 なのでえー、まあいろいろ買う前に僕も迷ったんですけども感スを見た時にこの画面のサイズそして薄さバッテリー持ちで、えー、この軽さだったら全然15インチがいいんじゃないかというところで <laughs>、えー、この15インチを選びました。 ちょっとやだなんですけど軽さってかなりパソコン持つ上で重要だなと思っていてこう家でね置いたまま使ってる人とかだったらいいんですけどいろんな場所で持ち運んで作業するっていう人とかだとやっぱ軽さ薄さっていうのはとても重要になってきますで,でもだっ大画面が欲しいっていう場合もあると思っていてあの大画面で重いやつはいっぱいあるんですけど大画面ではすごい軽い薄いみたいなやっぱ15インチ MacBook Air しかないなという印象があります。 ということで次3つ目なんですけど3つ目はトラックパッドになりますトラックパッド何が違うのっていうことをお思いになる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども13インチの MacBook Pro と15インチの MacBook Air のトラックパッドを比べますとこんな感じになります分かりますかね1.2倍1.5倍まではいかないけどトラックパッドがねかなり大きいのが15インチモデルの特徴です大きいトラックパッドはやっぱりね操作のしやすさが全然違うんですね スクロールもそうですけど複数本の指でジェスチャーをするときだとやっぱり大きい方があの4本指とかね3本指使いやすかったりするのでこのトラックパッドの大きさっていうのはかなり魅力の一つかなと思いますアップルが売っている外付けのトラックパッドくらいの大きさがあってこのサイズがノートブックで載っているのはですね MacBook シリーズに見渡しても16インチの MacBookPro か15インチのこの MacBook やくらいですねなののででももうこのトラッックパッドだけでも 買う価値がある、えー、選ぶ価値があるなっていうのを感じています。ということで、ここまでポンポンポンと3つ紹介してきたんですけども、最後4つ目の魅力はですね、まあ当たり前、めっちゃ当たり前なポンですけど、えー、画面サイズがとても大きくて作業がしやすいっていうところ、そしてディスプレイが超綺麗っていうところにつきます。はい、まず、えっと、画面の広さなんですけど、こんな感じでマルチハスキングするときとか、やっぱり大きいトラックパッド、そして画面が13インチよりも対角線で大きいことによって、 えー、2画面開いても全然ね、各ウィンドウの狭さっていうのは感じないなという印象があります。13インチで1対1でこう画面分割するとかなりちっちゃくてコマコマしてるなっていう印象なんですけども、15インチは全然感じません。 で、じゃあ間の14インチいいんじゃないかっていうところで、えっ、ー、と、ちょっと経験談をお話しすると、14インチよりも、やっぱり15インチの方が大きく見やすいっていうのがあります。えー、たった1インチなんですけど、されど1インチというか、全然ね、見え方って違うんですよね。まあ、13と15が全然違うことはなんとなくイメージつくと思うんですけど、えー、14と15も全然違くて、えっ、ー、と、15インチの方が、えー、マルチサスギングに、ね、圧倒的に向いてるなっていう感じがします。 あと、とても大事だなと思ってるのが、画面の高さがあることです。画面の対角線が高いんですよね。なので、目線があんまり下に行かないんですよ。比較的、ノートブックの中では、こう、目線を保てるので、姿勢が良かったりとか、猫背になりにくかったりとか、そういうのを感じます。やっぱ長時間やってると、こう、丸まってくるとね。 かなり疲れるんですけども15インチだと画面の広さっていうところそして高さっていうところが相まって作業1日単体でしていても全然疲れずにやりきれるなというので本当にこれはね選んで正解だったなと思いますそして画面の綺麗さっていうところろももちろんですアップルが公式に発表している公式機 P3 というのに対応していて sRGB っていわれる、まあ、色のこう規格の空間のカバー率が、えー、もちろん sRGB も満たしているしらに、ね、35%ほどボトムでアップしているというところでかなり綺麗な、えー、iPhone や iPad とかのような色の再現であったりとか高精細さっていうのが、えー、MacBook Air でも楽しむことができますし使えます。 でああとと画面の明るさもとあります、えー、普通の外付けの外部ディスプレイとかのスペックを見てると、まあ、大体300とか400くらいが多いんですけどもそれより100ほど、えー、大きいので、えー、太陽がね照っている外だとか、えー、明るい室内ですねそういうところでもくっきり画面を見ることができます、えー、ちなみに MacBook Pro の14インチ16インチは確か6 602かななんですけどもやっぱりね 602°C あったら 602°C あったで明るくてとても見やすいですやっぱ5 0 2 °と 602°C は全然違うなっていう感じなんですけども、まあ、502°C あれば私の経験上どこ行ったとしても、えー、っと画面が全く暗くて見えないみたいなことはないので、まあ、十分こう最低限必要な範囲あるかなという感じがしてます。 ここまで、えー、いいことをねいろいろ言ってきましたが欠点ももちろんあります、えー、まずですね、えー、欠点なんですけども1、えー、つ目別にマシン自体がっていうことではないんですけども外部アクセラリーがとても少ないですあの2023年のこの僕が持ってるね M2 の15インチエアから、えー、と導入されたモデルなので、えー、そもそも15インチのアクセラリーっていうのがあんまり Amazon とか調べても売ってませんこんな感じでですねはい でフィルムとかねえっ、ー、とアクセーとか一応あるんですけどもあんま選択肢がないなっていう感じでえっ、ー、と僕はこのね15インチのスリーブケースと保護フィルムを貼っています。 モゴフィルム、実はすごいおすすめの、ずっと YouTube でも昔から紹介している好きなフィルムがあるんですけど、僕が買った時はえまだ発売しておらず、まあ、同じメーカーのちょっと違う、えー、スタンダードモデルみたいなものを買ったんですけども、このアクセリーがないとか、フィルムがないみたいなところは、ちょっとね、盲点だったなと思ってます。で、あと、まあ15インチのパソコン入るですね、リュック、バックパックっていうのもちょっと少ないなという印象です。 あの僕が使って以前レビューもしているあのユニクロの薄いねバックパックとかあとお気に入りのバックパックあるんですけども結構いろいろなギリギリっていう感じでやっぱり13インチ14インチまでが一般的にこう入るこうサイズだなっていう感じがしていますで2つ目の決定なんですけどこれは別に15インチに限らずなんですけどえ MacBook やファンレス構造ですあのファンが載ってるんですよねなので近年こう熱い あのシチュエーションだったり、えー、いろんなねタイミングでやっぱりこう熱がこもってちょっと動作がもっさりするなっていうのを感じます。えー、僕のこの MacBook Air ですね、とスペックとしては、えー、M2 の、えー、一番高い CPU の、えー、モデル、GPU のモデルになっていて、そこに SSD が 1TB、メモリが 24GB っていうところで、多分30万ちょっとする。 40万から30万の間くらいの機種なんですけども、えー、それだけね、えー、とスタンダードモデルからいろんなオプションをつけていったとしてもえっ、ー、といっぱいタブを開いたりとか、えー、複数でいろいろ作業をしまくっているとですねちょっと、えー、もっさりとか厚さであちょっと動き悪いのかなやっぱファンレスの13インチの M2 とかの方が全然動きいいなって感じることがあります。はいなのでまあ エアーのね、まあ、しょうがない特性ではあると思うんですけど、やっぱファンがある方が、こう、いざという時の持久力だったりとか、えー、動きのキビさっていうのは強いなっていうのを、改めてね、ここ半年くらい MacBook Air を使っていて感じております。 とということで15インチの魅力をお話ししたんですけども最後ねどんな人にこの15インチというマシンが向いているのかってお話を僕なりにこの1年くらい使ってて思うところをお話しするとまずですね16インチか15インチか13インチか14インチかっていうのをかなり迷うところかなと思うんですけども、まあ、プロとエアだったら、まあ、そもそも用途とか,かあのやりたいことが違うと思うので、まあ、プロを買う人は多分明確に分かってるかなと思うんですが。 ほとんど特に MacBook なんとなく欲しいな、えー、事務作業とかレポートとか簡単な動画編集とかデザインとかしたいなって人はもう M2 の MacBook Air、M3 の MacBook Air で、えー、十分かなと思っていて、その中でじゃあ MacBook Air だってなった場合に15か13かっていうのはですね、外付けディスプレイとかあまり使う予定はないけども、おっきい画面がね、えー、使いたいよっていう人だとか、 外付けディスプレイは家にあったりするんだけども、持ち運びが多くて、結構単体でも長時間作業をするよっていう方みたいなのはかなり15インチと相性がいいんじゃないかなと思ってます。まあ明確に大きい画面が欲しいだとか、作業をね、複数マルチウィンドウで、えー、とやりたいっていう人はですね、この15インチは本当にぴったりの、えー、MacBook なんじゃないかなと思って僕も考えていますし、 1>, 1年間くらい使ってみてね、そういう感じで買ったんですけども、もうこれ完全に正解でしたね。15日買って本当に良かったなと今思っています。ということで、このチャンネルではテクノロジーとデザインということで、Mac とか Apple 製品のお話だったり、デザインのお話、さまざまなテクノロジーのお話を楽しくゆっくり紹介していきます。ちょっとマイペースな更新になりますが、もし皆さん購入の参考になりましたら、グッドボタン、そしてコメントぜひよろしくお願いします。m 3ね えー、今回、まあ、もちろん進化っていうのはいろいろありましたけど、えー、マルチディスプレイ、えー、2画面のディスプレイの外部出力に対応しているってところはかなりポイント高いなと思ってちょっと迷ってるんですよね。M2 15インチ満足はもううしているるんですが、えー、どうなることやということで、えー、今後是非、えー、また15インチだったり MacBook の動画を出していきますので、えー、是非見てみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。おしたババイバイ